はいどうもこんにちは、これです。今回ですね、竜と挑戦組み合わせて使っていきたいと思います。まあ編成難易度結構上がってるな。竜にイリアスフィール継承ですね。これに関してはまあエンハンスなら基本的に何でもいいですが、今回ね L 字消し攻撃めっちゃ持ってるんでね、イリアスフィールつけてます。はい、そして次ですね、挑戦、毒体生物器継承ですね。そして挑戦毒体生物器継承なんですが、今回フレンドに木馬使って毒耐性増やすんで、まあ一応ね、これ 80% にするために毒耐性1個のね、このアースナ武器つけてますが、ない場合はね、もう別にバインド耐性なんてなくてもなんとかなるんでね、クライム耐性武器なら何でも OK って感じです。で、この挑戦2体に関してはどっちもスキルチェーン耐性を振れるなら振っておいてください。で、ハロウィンコットンに関しては、もうとにかく火力出したいんで、例えば代用としては、ルーツとか、シリアスルーツとかですね、もう紙切らバーンってやつをね、入れといてあげればいいんじゃないかなと思いますが、吸収無効少し怖いんでね、もしルーツとか使う場合は、吸収無効を継承しておいてあげてください。今回はねハロウィンコットン使ってます。はい、でバルキリーシェルですね。バルキリーシェルに関しては、吸収無効、もちろんそうですね、吸収無効でドラゴンキラーぶっ破してます。道中はこれで倒していこうという感じになってます。フレンドはね木馬継承の竜ですね。ということで実際にやっていこうと思います。はい、ということでやっていきましょう。まあこんな感じでね、フォークラーをねサクッと耐久することができる。これいいところですよね。覚醒無効回復2ターンあるんでね、合計2ターンで耐久できると、これがいいところで、もその後はこんな感じでね、火力をまぶちかましてやればね倒れていくんでね、強いところではあります。ハイヤのコンボ L 字組みならなのコンボなんで、もう強いですねそりゃそりゃ強いですね。バルキリーシェルが本当に強い。7階層、ほうほうほう、この人か、なるほどね。これ今回じゃあ2ウィー組んでみようか。ハロウィンコットンがどんぐらい入れるのかやってみよう。7コンボ組みながらの2ウィー2つ。これでハロウィンコットンどんぐらいなんだろうね。リーチ武器継承のハロウィンコットン。9100万か。強いけどなぁ。まあ、どっちもどっちって感じだね。基本的にバルキリーシェルが軽く出るから。って考えるとやっぱね、貴族性パーティーのあのキャラの方はね、ゼラがおかしいんだよな、本当に。あれがマジでやべえわ。なんであんな強いのゼロって。確かステータス高いよね、あれ。レベル110だから。だから根本的に7コンボするだけで強いっていうのがずるすぎ。ハロウィンコットンってね、限界突破してないから、まだ。どうしても火力低いんだよな。次復刻するときは、まあ、7コンボ強化は無理だとして、2ウェイはついてほしいですね。2ウェイぐらいは。はい、9コンボ。おっと、倒せないか。マジか。惜しいな。これでどうだろうか。オッケー、突破していきます。そして9階層、あ、いいですね。バルキリーシェルが絶対倒せるマン、ドラゴン神タイプなんでね、ほんと異次元に火力出るんで、バルキリーシェルが。あ、 L 字消し攻撃したかったけど色がどっちもないですね。だからまあいいや。 L 字消し攻撃地味にロック解除の要因としても使えるから強いんだよね普通に。はい、バルキリーシェルと最強だからマジで。はい、10階層。あー、雲耐性積んでないんだよな。めんどくせ。あれ、ある、あるわ。こんな感じ ?L 字組みながらの6コンボ。7コンボ、OK! いけるっしょ、これ。ナイス。じゃあ、適当に耐久。でここで突破していきますが、盤面整理しながらちゃんと攻撃をしてから、ね、突破していきます。次仮面なんでね、忘れると地味に痛いっていう。 99% 食らうとね、やっぱ全パレ 1.5 倍あるとはいいでもめんどくさいからね、回復するの。はい、11階層。はい、 OK ですね。で挑戦使います。で L 字組みながらパズルしていくと、はい、こんな感じで組んでいきます。これで 1,2,3,4,5,6,7 コンボ、8コンボ、9コンボ、 OK ですね。9コンボで突破していきます。そして次ですね、12階層メゼリューションか。バルキリーシェルだったら別に大して変わらんやないかいあ、でも回復タイプがシェルしかいないけど、ですね、このパーティーシェルで軽く出してるから何の問題もないっていう。軽減なくなるの嫌だな普通に。 OK、 弾いて9、ここで耐久できるね、別にここで突破すれば OK。
はい、挑戦使って回復しながら突破していきます。次あれが来るかもしれないんでね、ゴエモンか、ゴエモン来ちゃうとめんどくさいんで、はい、こんな感じで回復しながらコンボしていきます。7コンボいけるやろこれ、全回復ナイス。そして突破していきます。さあ13回層、あんたの価値を見せて。でこれ 84,369 ってゴエモン耐えるよね、今更だけど怖くなってきた。なんか確認してきたけど耐久自体は普通にできますね。やっていこうと思います。じゃあハロウィンコットン使います。はい、まあそうですね、追いつきながら突破していきます。追いつきなくていいですね。はい、突破していこうと思います。はい、 OK、 7コンボどうでもいいけど、今ヘッドセット壊れましたまあどうでもいいですね。それなんか気に入ったやつが壊れて今ショック受けながら動画撮ってるっていう。まあこいつとはね、1年ぐらいの思い出があったんですよ。1年ぐらいの時には PUBG をしながら、時にはパズドラをしながら、時にはレインボーシックスシージをしながら、時にはオッスをしながら、時には太鼓の達人をしながら、こいつと積み重ね、噛んだからもういいや、もうどうでもいいよ、こんなやつ。あとぶっ壊しとかもう俺が壊す。じゃあ俺がもうぶっ壊してゴミ箱に投げときます。もう許さない、今の噛んだから、こいつのせいで噛んだまあそれは冗談なんですけどね。なんか上が壊れちゃって、まあショックだわさすがに。まあね、やっぱ物はね大事に使いましょう。てかまあ俺大事に使ってたけどな、大事に使ってたけど壊れた。気に入ったんですよ。なんかこのヘッドセットってすっげえ緩いんですよ、マジでヘッドセットって普通こう圧迫されるやつが多いじゃないですか、音がちゃんと聞こえるように。これもすっげえゆるゆるなんですよ、マジで。もういつでも剥がれるみたいな。ただその代わり耳が全く痛くならなくて、俺すげえ気に入ってたんだけど、残念ながら壊れちまった。はい、ということでパールバティですね。まあラグエル階層はね、挑戦強いってだけなんでね、ここは追いつけみながら突破していきます。カムイリクがあるんで1ターンミスしても問題ない、優しい。そういうところカムイリク強いよね。ただ回復力半減があるのはマジで許さない。はい、追いつけみながら6コンボ。てか回復力半減があるからこそスキルターンが短いからいいんだよ別に。これで突破していきます。そして16階層、あー出たこの子か、めんどくさいな。まず挑戦使って1ターン耐久するんだけど、回復を5個呼びます。で光もいっぱい呼びます。理由としては落ち込んで事故が怖いっていうのと、火力を出してワンパンしたいから。うん、こんなもんかな。 1,2,3,4,6 個はダメだな。じゃあこれもう一段耐久。オッケー、こんだけ光れれば十分よ。うわあ、光消えちゃった。光じゃないわ、回復消えちゃった。回復は回復、回復回復、ナイスナイス。いけるいけるいける、多分。よし行こう。ワンパンできんかったらできんかったで、その時よ。2ウェイクでワンパンできんかったらもうそういうことだから、本当に。オッケー、2ウェイク見ながら追い打ち組んで7コンボ。さあ行け、ナイスナイス。ハロウィンコットンが強い、神キラー三卒。そしてリファイブか、はいはいはい。これめんどくさいからこいつはワンパンしよう。俺あんま好きじゃないからリファイブ、でもめんどくさいんでワンパンします。相手に死ねえ。はい、オッケー、光組みながら5個消ししながら7コンボ8コンボ9コンボ。いける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 、パルキリシェルゴー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 、3億3億圧。はい残念、はい残念、 HP 全回復してます。残念、うすうす察してたわ、こいつ来るんじゃねえかって。マジ許さねえかんてめえ、ほんと今の組み合わせ悪魔だよね、マジで悪魔の組み合わせだ。これでも怖えな。いやこれちょワンパンしていいんだよ、そうだ思い出した、こいつワンパンしていいんだよ。ワンパンしたらねこいつバインドしてくるからね、関係ないからバインドとか。マジでこれ、これでマジギガグラビティとかやったら俺ぶち切れっからな、てめえ。おいギガグラビティ、あ、よかったよかった、小粋だね。あ、それは全然ありがとうございますって感じなんで、まあ突破しよっか別にねもうなんか特に未練もないんで突破していこうと思います。はい、さよなら。そして19階層、こっからだね、問題の。こっからシエロン溜まってるし、ハルビンコットも溜まるね。よし、まずはやっちゃえばバーサーカー使って、竜使おっか、オラクルライト使います。オラクルライト光めっちゃ多いからどっちの方がいいか分かんないけど、うわーこれ使わない方が良かったな。8個はやばい、8個はいくらなんでも少なすぎ。
で、紙切れは刺さるんで、L 字消しエンハンス使ってるから、これで 4.6 倍出るんだけど、L 字消し組みません、もちろん。ハロウィンコットの火力で抜きます。だって8個だからね。8個の場合はどう考えてもそうなるよね。仕方ないよ、これは。盤面が悪すぎた。なんかムカつくからこうしたろ。ナイス落ちコーン。危なかった。はい、オッケー。で、次は大丈夫。次は L 字組みます、逆に。ナイス、ワルキリーシェードのキラーの刺さる。勝った。勝ちました。もうこれだと賞味あれだよ。これ L 字5個で勝てるよ。これマジだけど。やる逆に。やるか。よし、やろう。いや、ちょっと怖いでも。だって俺、これで死んだら絶対バカじゃん。ちょっと、一回やってみよう。だからバルキリーシェールが強い。あ、で、ということでね、今回は、バルキリーシェールパーティーで、裏闘技場の方を攻略してみました。少しでも参考になったら、ぜひね、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。ラストのラストに。あんまいい盤面が来た。お、ずれてる。危ない。てか、ごこげししてないやないかい。ごこげししてないやないかい。倒すんかい。強。まあね。バルキリーシェルが本当に強いパーティーだったね。裏闘技場だから当たり前なんだけどね。本当にね、よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。